今週のゲストは大宮さんは東京大学薬学部卒業後広告代理店勤務を経て2006年に独立し作家脚本家映画監督 CM ディレクターなどマルチな才能で活躍され近年は画家としても精力的に活動されています。 現在東京ミッドタウンガレリアの伊勢丹サロンアートウォールにて大宮エリリリーマイフェットトゾが開催されています作品はハイビスカスの花や南国の鳥など夏らしいテーマが満載なんですけど、えー、大宮さん今回どんな思いでこの作品を描かれたのですかはい、まあ、コロナ禍でなかなかかあの 移動ができない、リゾート地に行けないということで、うん、お家でリゾートしてもらおうと思ってですね、うん、6月中に、うん、あの私もコロナでめいてる時に、うん、あの元気な絵を、うん、たく30点も書き下ろしました。 すごいね。うん、そう、そういう時はどうやって気分を盛り上げてるんですか。やっぱ音楽。音楽がすごい、よくお分かりになります。<laughs> 音楽ですね。かなりセレクトして、これだっていうのをずっとかけるんですけど。うんうん、決まるまでなかなか、音楽をいろんなのジャグリングしてかけてますけど。うん、パッとこう周波数があった時に、絵がバーってかけるんですけど。うん、大宮さんはさ、酒飲むの好きなんだけど、絵描<っ>いてる時は酒飲まないの。いや、すごい鋭いご指摘が、<laughs> <laughs> あの、すごい。 飲んじゃうんです <laughs> はい。じゃあトロピカルドリンクを模して自分で作るのめんどくさいからね <laughs> そうですね,ね何飲むの奄美大島の作品の場合は奄美のあの黒糖焼酎を飲むっていうその土地のものを飲むようにしてます、うん、はい。それはなんか作品になんかエ,エネルギーこもるみたいでもだ誰も否定否定できない <laughs> でも最近は飲まなくても書けるようになったんですが最初の学科の仕事始めた頃は あの調節できなくて、うん、あのかなりあのなんですか飲みすぎて美術館で転びながらライブペインティングしてることが <laughs> ありましたちょっとね本当に調節ができなかったんですけど今はねそれで実際にあれですか今回行ったリゾートで描かれた作品もあるんでしょうかあ あります行ったところばっかりで1点だけ行ってないのがあって「うん、あのモロッコの夏休み」って作品で、うん、行けてないんですけど、うん、行きたかったから資料いっぱい集めてたのを書,き書いたんですがそれ以外はスリランカ、えー、と沖縄奄美大島あとどこだっけなハワイかハワイ島ですね、はい、行ったところの絵を描いてるんですけど全部風景だと変なのでもうハワイはハワイあのハワイの 象徴の,あのハイビスカススをたくくさん描くとか、うん、スリランカはあのジェフリー・バワーの建築のホテルに泊まったことがあってすごい感銘を受けたんでその写真がたくさんあった3年前かなそれを描きました、ね、インフィィニティプロバーってい <laughs> いたというまあ今回の,あの展覧会の会場「伊勢丹サローネアートウォール」の内装が杉本博さん、はい、まあ大変な現代作家。 そうなんです杉本さんとコラボなんてなかなかできないですからこういう形杉本さんの壁私杉本壁って呼んでるんですけどそこにちょっとこうなんですかねショ,ショーケースがあってちっちゃいそのサイズにあ合わせて描いたんですよなるほどちゃんと下見に行ってあとこのこのガラスケースがさって言って「あこれも杉本さんの作品です」ってこう伊勢丹の方で「あ作品なんだ」「じゃあこのサイズここはじゃあ葉っぱをいっぱい葉っぱのタワーにしましょう」なん言って作りました。 でまあ、杉本さんほどあれだもんね、うん、そのアメリカの,あのニューヨークのアートビジネスに精通してる人いないもんねいやもうすごいですよね本当に、うん、あの何ですか海のところの美術館みたいなところ行かせていただきましたけど<ー>ねもうあんなふうにいかにもなんか最後の作品とか言ってけどあ,ああいうのは長生きするんだよああいう人は。<laughs> まあでも洗練された内装の中に大宮さんの色鮮やかなエアあるんですけどこれはえっといつまでなんですか？9月1日まで開催してます。なるほど。Jway Noah's t a l、oh、大宮さんは2012年から現代アーティストとしてのキャリアをスタートしてますけどもそもそもあれですか？えー、薬学部行ってるのに絵、えー、なんか描いてたんですか小さい頃から？いやいやうんあの本当は 砂漠に木を植える仕事をしたいって言ってたみたいなんですけど、うん、なんかドキュメンタリー見て「この窓地球がやばい」っていう,、うん、こう私は「セーブ・ザ・ース」したいみたいなこと、うん、言ってたんですが父がちょっと倒れちゃって、はい、それで「セーブ・ザ・お父さん」みたいになっちゃって、うん、あの薬学部に入り直したんですね、うん、あの進学をそっちに変更してで、うん、でも結局動物実験が私できなくて。うん <laughs> ちょっと,ょっと注射を打つっていう段階で「えみたいな聞いてないですみたいなあのやっぱ受験でそういうのを教えてくれないですよねやっぱうん、うん、それで私は辞めて、うん、でいろんな学校あその就職活動して33個も落ちちゃって、うん、34個目に拾ってくれたのが広告会社だったからですよ、うん、で私どこに行っちゃうんだろうってコピーライターに <laughs> なったけど <laughs> CM やったりしてで結局7年後に会社が。 会社って組織が合わないって思って、あ思ってって言われたんですけど部長に君合わなくないって言われて合わないなで辞めたんですよ。あの出張申請書とか書くのが苦手だったんですよ。書類ができなかったんですよね。ででもさ、うん、絵はいつ頃から描いてたんですか。いやそれが四十二千十二年に初めて何年前ですかそれ？え八年前か。だから四十ぐらいになって初めて絵をやったんですけど。 いや、自分の意思じゃなくて、事故だったんですよ。うん、アクシデントで。うん。なんかあの。福竹さんベネッセの。はい、の、あのモンブラン国際賞で受賞されたんですよ。うん、で。モンブランの方が。エリーさんがやってるパルコで。展示してた、なんかインスタレーション。うん、あれ面白いか。ちょっと貸してって。おっしゃって。うん、あ、いいですよって打ち合わせに行ったら。そのモンブランの方はちょうど良かったと。うん、ライブペインティングする人が急遽来れなくなっちゃって。<laughs> それれで描いてくれませんかって言われて「いや私絵はやってないし絵も描いたことない」っわれすってそれでその時に会場にまあお着物着て何とかなるだろうと思って行ったらあの安藤忠夫さんがいらっしゃって<ー>、はい、ちょっとお知り合ったんで「安藤さん」っつって「あのあ,おあどうしたの今日何何の用なの?」って言われて「<laughs> いや実はびっくりしたけどここから。 絵を描くんですけどどう思いますかって,ってっそれめっちゃやばいであそこに杉本博さん知ってるああ知りませんみたいなその時全然わかんないから有名な人あそこも有名な人って,言ってもう本丸よ美術界のってってすごいねでどうしたらいいと思いますかって安藤さんに言ったらそうやなもうこれは飲むしかないでって <laughs> そこに行くんですよそれで 普通に飲んでも面白くないからあの赤ワインのボトルをこう口で憤りラッパのうわってしながら着物で描いたら海外の方多かったんで <laughs> なんかすごい面白いってもう拍手喝采で <laughs> で終わった後ににのベネスの二武会長が出てきて「この絵どうすんの?」って言われてれどっちなんだろうと思って「すごい怒ってるのかなと思ってどうしましょう」って言ったら「この絵は晴らしい」って言,って言われて「<laughs> えみたいな <laughs>「これ欲しい」って言われて「え <laughs> っ?」て言ったらもうみんなが本当の拍手が<ー>それが。 まあ、画家のきっかけです。で、ベネッセに納品みたいな。ええ、じゃあ、俺と第一作。これ初めて。サインしてっていう。いや、まあ、もちろんただで。そんな、こんな、もちろん初めて買いたいですが、そんな。あとお祝いですからね。でも、サインしてって言われて、サインって知らないもんだから、福武さんへって書いちゃったんですよ。手紙じゃないんだからって。すごい。そのぐらいですよ。 ででも本当に二毛会長がきっかけですもんあとモンブランさんとあともうあれですよ建築の安藤さんが「飲んだらええやん」っていうことでそれでまあビギナーズラックでうまくいってしまってそのパーティーにいらっしゃった方が生駒佳子さんっていう方がなんか私がキュレーションしてるギャラリーで絵描いてたのジャイルっていうシャネルの、うん、いやシャネルなんか無理です無理です」ってなんだけど「いけ大丈夫よ」って,ってそれでこう来ちゃったっていう。 じゃあやっぱりあの運が強いっていうかやっぱり惹かれるものいや運じゃなくて<や>度胸ですね<胸><の>いやでもな,なかなかそれだけのラインには乗れないと思うんで,、うん、うで驚きましたそういえば大宮恵里さんは「スナック恵里」という配信番組まあ、はい これオンラインで飲みながらトークこれは続いてんですかはい、2010年から実は始めていてもうみんなやるようになっちゃいましたけどもきっかけはなんか街を歩いてると本宮入さんですかって言われることがあってあはいって言ったらあやっぱり今度飲みに行きましょうって言われて、うん、全然知らない人と知らない人と飲みに行くのちょっと怖いし大変だから飲みたいんですけどね、うん、それでウェブで始めたんですよね、うん、それで全国の方と飲んでいて毎週水曜日に やっていますこれはじゃあ不定期じゃなくて毎週水曜日はいいえいえ,いえ夜9時から1時間と決めてやってるんですけど <laughs> いろんなミュージシャンの方とか来てくれて、はい、まあ本音で喋って書いていくっていう昔はあのだから椅子から転げ落ちちゃってなんかこうずっと空の絵が回ってるっていう。<laughs> 状況だったんですけど今はあの大人になってちゃんとあの椅子に座ってられるようになりましたなかなかでもあれですね時代を先取りしてていや恐ろ恐ろ恐ろべき典型だねいやまさかこんなことになるとは思わなかったですからねうん、うん、はいジェイウェイロハストまあ大宮さんには実は3年前にご出演いただいてるんですけどもはいまあこの3年でコテを通じていろいろな出会いがありましたと。 うん、であれですよね。大宮さんって海外でももう個展やってんですよね。あ、そうです。去年やっと香港でやらせてもらって。実は5年前に香港に行った時にアートバーゼルで知り合ったギャラリーの方だったんですけど、うん、私の目をみ、スマホで見て、うんああ、なんかもしかしたらスあの草迷うぐらいになれるかもって、うん、日本の女性でね、わ、うんワンっていう力の彼女だけど、それ以降ね、うん、あのああいう感じの人いないからって言われて。うん え、ああいう感じって思ったんですけど「え水玉とか着ましょうか」みたいな「いやそうじゃなくてでもエネルギーあるから」って言われたんです。うん、でウォッチさせてって言われて毎年面談みたいに会うんだけど、うん、ぜ全然何も言われなくてでや、うん、っていうと2018年の暮れに連絡来て「六甲、うん、でやったあの芸術さんねすごく良かったからやろう」って言われたんですよ。そ、うん、それれでで急遽新作それでやっぱりこのあの,天大島の絵も見てて、うんうんうん 自然がいいから香港で自然の絵を、うん、タイトルがなんかアバンダフルフォレストっていうタイトルで書き下ろしたんですけど、うんうん、香港で初めてやらせてもらって完売したんですよねすごいねそう、うん、マ,マティスとかバスキバスキアのミュージアムだったんで、うん、ギャラリーかだからそのコレクターが来るんですよすごいねだからそうするとあこれホッキニっぽいねとかこれはマティスっぽいねみたいな感じで、うんうん 買っていかれて、その時に違いますって言うなって言われて、そうなんですって、<laughs> イエスって言えって言われて、はい Yes です。大事なことです。そうみたいですね。はい、なんかストーリーっていうのが大事だって、コ、はい、マティスに影響を受けてるんでしょって言われた時に、いやって言っちゃダメだよって言われて、はいっつって、はいそうやって映画売れましてその後パリミラノって,てえやって。パリとミラノもやったんですか。はい。やりま そしたらもうあれじゃないですかもう一超一流の現代作家全然,全然,全然いやそんなそんなじゃない、ね、全然それやっとその香港のギャラリーでそのちょっと絵の交渉に来たあのイギリスのギャラリーの方が「あのなんていうかバスケアの商談に来てたんですよね」ふっ、うん、と見たら「なんか絵がある」これ誰?」って言ったら「うん、あ日本の女の子って出荷前なの」って言ってただけだったのに何、うん、かまた来て「あの子気になんかやりたい」って言ってくれて。うん その人の人ギャャラリーみたいなもうシャガーたシガルとか売ってるんですよす<ご> <laughs> えーと思ってだから生きてる人やったことないみたいな人なんです <laughs> それで今年実は5月にやるはずだったんですよ。<ー>でそのギャラリー用にそのイギリスの本当に紳士みたいな方なんですけどその人に絵を送ってはこれじゃなくてこっちがいいみたいなやつをやって<ー> OK 出たやつを出荷前だったんですけど、うんはい、もうこういう状況にちょっとっていうか秋って言ってたけど中止じゃなくて秋やろうねって。でで<ー>でもできないでしょ、うん とか言って、馬鹿でかい絵があの家にあるんですよ。いや、それはでも、他のとこ回さないで、ぜひロンドン。そうですよね。あ、よかった、お風呂さん、そうです。じゃ、来年ね。できるかもしれないですよね。すごいことなんじゃないかな。ちょっとぜひ見に来てください。あ、いいとこらしいですよ。なんとかストリート。名前覚えられなかった。はい。ジェイはいい。ローハースト。 まあ大宮さんは今年三月からオンラインキャンパス、エリー学園も開催されてる、開講か、されてますが。このエリー学園は、えっと誰入ってないですか、これ。あ、これですね。いろんな方、今十八歳か六十一歳までいらっしゃるんです。お<ー>それで、学生さんからその、林業をやってたり、看護婦さん、とか、介護士、デザイナーとか。 広告の人、はい、そうなんですいやこれは震災がきっかけだったんですよ私やろうと思ったのはあ,あ,あの時にもうやっぱ自分もわってクラッシュしたというか、うん、なんかこう例えば A って仕事やってたら A が立ち行かなくなるわけです、うん、じゃあ BC、うん、ダメだったらね JK っていかなくちゃいけない要はこう頭は柔らかくしていかなくちゃいけない、うんうん、だから自分で考える力つ,つけなくちゃいけないんだな、まあ、国にずっと頼ってちゃいけないんだなと思ったんですよ。うんうん でも8年間私あの、ね、飲みながらアートをやってたもので、うん、一生懸命なのであのやっと、ま、この2020にやろうと思ってオンラインで立ち上げたんですよ、うん、オンラインすると、まあ、いろんなとこから通えるんで、うん、現在も海外からもカンボジアのアンコール・ワットのそばに住んでますっていう人が、うん、通ってきてくれたりして時差があっても大丈夫なんですよねオンラインだから。うんうん、で日々私がまあなんかねいろいろ作詞もやったし脚本もやっちゃったしいろんなこと 何かこれといいったものがススペシャリストじゃないんですよ、うん、それがコンプレックスだったんですけど今っていう時代には意外とそういう,こうマルチなことが受けるなんか役に立つんじゃないかと思って、うん、私の持ってる力って何だろうと考えた時にいろいろできるこうクリエイティブマッスル、うん、基礎と筋力があるのかなと、うん、それをもしみんなに教えることができたら、うん、何かこの職業がダメってなってもじゃあこれをこっち行こうとかね、うん、できるんじゃないかということで、うん、作詞を の課題を出したり、脚本の課題を出したんですけど、例えば、脚本って,言っても脚本か要請じゃないんで、固定概念を取るんですよ。例えば、じゃあ、ここに小黒さんと喫茶店に来ました。えっと、スーツの男者二人います。さて、ここで問題、どういう関係性で、何喋ってるでしょうかっていう問いを出すんですよ。でみんなあ、えっと、これ商社で、多分今の商品開発の問い、ちょっと待ってると。 スーツだけど、ビジネスマンとかけなくない、スーツに取られてなって、本当だってなって、次は。あ、結婚式がいるの、なるんですよ。でもっと外していくと、最終的に宇宙人だと思います。みたいな。逃げゃないのみたいな、宇宙人です。何喋ってんの、地球征服なんでしょそ、それについてどう思った?。あなたどう思ったって話を、こうロールプレイゲームみたいにしていくんです。その。どんどん柔らかくなってきて、なんかこう、できないと思ってたことができるようになってくる。なるほど。なんかあれだね、エクササイズだね。あ。 ね、そうですエ、ね、リ、ね、ーズブートキャンプ的なことなんですけどでも一応月1回講師の方もいらっしゃってて今回あの人間国宝の鳥取に住まわれてるあの前田先生、うん、前田義明さんに来ていただくんですけどズームでつないで一、うん、回鳥取で滞在したんですよ、うん、白磁についての私白磁やってませんけど、うん、あのものづくりについてみたいな。で 人間国語と喋れないじゃないですか普通私国と喋ってすごい面白かったんですよ国語が喋ってると思ってみんなにも紹介したいなとかあとオーストラリアのエンジェルリーディングっていうのをできる人がいて守護天使っているんですって嘘だと思ってやったら本当私しか知らないこと言うからあれ天使っているのかなみたいなそいうオーストラリアとつないでご紹介したりあと建築家の瀬島和夫さん。島島さんのの犬 廃屋をきれいにするっていうプロジェクト家プロジェクトされててでんか知り合ったら「ヘリーさんの絵いいからさ私の絵をこれ一個買ってくれてるんですけどああいう感じの花をさここに描いちゃってよ」って言われて「そんな描いちゃっててすぐ描けないけどな」と思ったんですけど犬島に咲いてる花を建造物に描かせていただいた瀬島さんの作品ねそういうご縁でちょっと犬島のトークをうちの学校でやってもらおうかなと思ってそういうヘリー学園っていうのを。 まして、まあじゃあ随分あれですね、この脳が何とのかなトレーニングされるというか、ね、いやいやまあ今日はまたお久しぶりに随分大宮さんがまたあの進化している様をありがとうございます。教えていただいて、だけどまあ来年はバけるかもしれないね、もっと。本当ですかこれ。はいはあ、嬉しそに言われた。なんか本当そうなりそうで嬉しいです。はい。はい、ということで今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。J. Way。<music> Lohas Talk